はい、皆様こんにちは、金ちゃんです。ご視聴ありがとうございます。ただいま私は北海道の釧路駅にやってまいりました。はい、ということでですね、この動画はですね、釧路駅の、紹介ということになります。まあ、ホームは、3面ですね。ホームは3面の、2の5線ですね。3面5線の、駅の作りになってます。はい、あちらではね、釧路の湿原の鐘ということでね、鳴らすこともできますのでね、ぜひ鳴らしてみてはいかがでしょうか。ということで、まあ、自分さっき鳴らしたんですけどね、結構コーンってね、鳴るんですよね。手前のホームがその特急列車、札幌を結ぶ特急大空が、まあ、停車する形になりますね。で、奥が、花咲線根室、根室本線が、離発着する形になります。手前のホームは鉄骨で、さらに、ね、その奥のホームも鉄骨になって、手前は木造ですね。手前じゃなくて、その真ん中のホームが、これが木造になりますね。はい、すごいですよね、木造こんなに綺麗に並んでると。いや、当時の面影がなんかね、見えてきますよね。はい、ということでですね、まあ、ホームはこんな感じです。で、まあ、中もね、ぜひね、皆さんに見てもらいたいと思います。で、一回ちょっと出ますんで、画面ね、ちょっとブレたりします、すいません。あれ、あ、出ます。はい、ありがとうございます。はい、正面左側が緑の窓口になってます。花咲線100周年だそうですよ。はい、ここでは、お弁当もろもろ、まあ、食事もね、できます。おにぎりもね、売ってるんでね、手作りの、自分天むすび買いましたけど、はい、普通にね、ラーメンとかも食べれます。で、セブンイレブンもあったりしますね。はい、では外へ出ましょう。すごいですよ、めっちゃ栄えててびっくりしました。さすが東のね、玄関口といっても過言ではないですよね。いやー、根室とね、全然比較すると桁違いです。ああ、なんかね、なんか成田空港じゃないですけど、そう、空港感チックね、しますね。はいはいはい、こんな感じで釧路駅でございます。はい、今360度ビューやっております。こんな感じで駅前ね、栄えてます。列車で来られる方、ルートイン入れますよ。はい、ホテルどうぞご利用ください。駅前でございます。はい、釧路駅いかがですか。すごいでかいですよね、びっくりしました。はい、こんな形でですね、釧路駅の動画締めたいと思います。まだね、自分お昼ご飯食べてないんで、もう14時もあったんですけどね。はい、ということで、ちょっとお昼ご飯食べたいので、ここで、動画締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。次も見てくださいね。